乃木坂46のメンバーが AKB48 との兼任を発表された。イベント中、乃木坂46の生駒里奈が AKB48 のチーム B との兼任することが発表された。交換留学生という形で両チームでの活動を行う。今回の大組閣は2012年8月に組閣が行われて以来の改革。これまでコンサートのサプライズという形で組閣を発表してきたが、今回は初めての単独イベントとして組閣を実施。 AKB48、SKE48、NMB48、HKT48 のグループ間を横断した組閣が行われる。会場には約1000人のファンが駆けつけ、さらに全国44の映画館で中継。約1万人のファンがイベントを。乃木坂46のメンバーが AKB48 との兼任を発表された。イベント中、乃木坂46の生駒里奈が AKB48 のチーム B との兼任する